はい、プロットシリーズです。ルークが作ってくれたストロークデータの、表示の3次元プロットへの拡張とかをやってきましたけども、今、オリジンを0のままでしかな、なのを1もつけるようにという修正中ですけども、とりあえず0のままでは大丈夫な、改訂版をちょっと紹介します。まず、小文字のアルファベット全部をちょっとオリジナルよりも、見やすくしました。それからルークが教えてくれたのはこれですね。プライムエクスプレスでも使えるように、こういう関数を使えばできるよということでありました。で、僕が追加したのは、まあ、これです。で、前回はここがプログラムになってたんですけども、1行の関数にして、無料版でも使えるというのはこれです。これで XYZ 平面の、まあ、矢印の方向へ向かった文字列を表示できるということは分かったんですが、ついでに角度を変えれるようにしてやろうということで、作ったのがこれであります。これ見てもらうと分かるように、適当な X 軸も Y 軸も Z 軸も方向で、角度を戻せて、自分の好きな文字を 3D グラフにプロットできると。いうことが分かるかと思います。はい、以上です。